はようございます。11月10日お遍路41日目スタートです。今日は万能池の方の観音寺に向かいます。別格17番かな18番17番、はい、行ってきます。今日は往復25キロ内戻りです。片道12、3キロの内戻りです。ちょっと足の状態がやっぱり良くないので、はい、帰り決めますが、コンピラさんは登らないかもしれないです。今日は軽めの工程になりますね、はい、ちょっと道がよく分かってないんで、はい、注意しながら行きたいと思います。では頑張ります。農公園標識が出ました。万能公園のところまで行けば観音寺です。全盛学園がありました。野球で有名ですね。そして万能公園まで15キロ。金層が、これ金層寺の金層かな。はい、琴平町に入ります。おお、でけえ。日本一のため池、万能池です。湖だろ。もうお寺が見えました。よいしょ。別格17番観音寺着きました。
お大師様が万能池を見守ってくれてます。さて、戻ります。12、3キロ戻ります。行きはちょっと行き過ぎちゃって迷っちゃって、ね、遠回りしましたけど、帰りはちょっと時間的に余裕があるんで、うどんも食べたいと思います。どっかで、はい、ちょっと仮定がまだ支度中だったんで、はい、ちょっとコンピラさんが無理ですね。目の前に見えるのが讃岐富士ですね。綺麗な三角形、綺麗だな。食べました。冷やしうどんってやつを食べました。うまい。足が痛い。続いてもううどんを見つけたら食べることにします。
はい、2軒目お刺し生醤油をいただきました。うまい、違ってうまい。じゃあ進みます。はい、コンピラ名物ケーマンうどんさん、肉うどんいただきました。うまかった、肉がうまかった。ちょっと甘いけどね、まあうまかったです。はい、先を進みます。はい、4軒目コンピラ街道さんいただきました。ぶっかけしょう、うまかったです。地下店もうまかった。空海湖76番金相寺着きました。76番金相寺着きました。金相寺終わりました。続いて道隆寺に向かいます。その前に永田院観音会食べたいと思います。時間はまだあります。休憩がてら食べたいと思います。
方に行くのか、すげえ並んでるので断念します。残念。気づけば讃岐富士がこんなところにぐるっと回った感じです。あと少し頑張りましょう。なんかすごいくねくね行ってますけど、普通の道をさっと行った方が入るような気がしてきます。はい、今道隆寺の77番札所、道隆寺のあと300メートルぐらいかな手前にいます。今日はまず観の字ですね、別格17番、観の字内戻り往復25キロ歩きまして、まあ平坦だったんですけど、まあここのところずっと足の状態が悪いんで、まあ帰りは休み休みうどんを食べやってしながら帰りました。でそこで終わるつもりだったんですけど、まあ結構時間があったんで、そこから金剛寺で呼び止められました。お接待かな、お接待は基本は受けます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。もうそこ左の方。あ、そうですね。はい。ちょっとご接待したいんですが。あ、はい。これね、うちのせがれが一つ一つ手作りで作ったお地蔵さんなんです。あ、そうですか。はい。お腹の中に道隆寺参拝記念にどうぞ。あ、本当ですか。書いてますので、はい。欲しかったらお土産に。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらからですか。はい、横浜からです。あ、横浜から。はい。じゃあぜひお土産に。はい、ありがとうございます。すっかり忘れてました。道隆寺の前を通るとお接待をいただく、これを一つ手作りで作ってるそうで、はい、これがもらえるよって言って前回ご縁がなくてもらえなかったんで、それを忘れてました。すっかり忘れてました。何事かと思ったら。ありがとうございます。ありがとうございます。何の話だっけ？あ、うどん食べて。まぁ、ちょっと時間があったんで、金剛寺と76番、金剛寺と77番、道隆寺、とりあえず打とうかなと思っています。今日は、善通寺のグランドホテルで連泊なので、道隆寺打ち終わったら、JR の多度津駅まで行って、はい。戻りたいと思います。明日また、はい、道隆寺から、明日は別格の18番ですね。ちょっと、はい、行きたかった海岸寺行って、で、78、79、80まで打って80の麓の宿で終わりです。はい、もう終わりが近づく
近くなってきましたね、はい、別格の1から3行ってないんで、はい、そこもどうやって行くか、もう車しかないなと思ったんですが、どうやっていつ行くかも考えようと思います。はい、同時着きました、はい、立派な山門だ、うん、境内がなんか囲まれてないから広く感じるんだよね。なんだかんだで今日も33キロですよ、うん、ちょっと足が痛いね。あと1週間もないと思いますが、うん、頑張ります。77番道隆寺着きました。